いよーブルドリレーディオ。はい、どうもどうも、始まりました。どうもブルドリレーディオでございます。レディオでございます。はい、お願いします。あから書いてあった青水リクト稲吉ひかりです。よろしくお願いします。悪魔の実を6つ食べます。ギャーボン、キャーだよお前、キャー悪魔の実6つキャーだよお前、とりあえずね、今日は、はい、行かせていただきます、ね、行かせていただきます。1月10日かな、ね、幸先怪しいですけど、怪しいな怪しいです、ね、始まってきましたけども、はい、もうね、最近の何かありますか、話なんかありますか、リク最近の話、じゃあその見てるやつ見ましょうか。最近ですね、はい、カブトムシにアイコ歌わせました。キャーはい、ダメキャーだよそれキャーカブトムシにアイコ歌わせ、キャーだよキャー、もう、上手すぎるだろ。ブムトリレイディオンね、これ新年一発目のね、ラジオですね。おーそうですね、撮るのがね、だから僕たちは遅めの明けましておめでとうございます ね。前回はあれですね、二十何日とかに撮って、そうで6日に YouTube 上げるだったんですよ。そうけど今回は YouTube を撮る、この何今撮ってるのが新年初なんで、でね、上げていきましょう。現在明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい、明けましておめでとうございます、はい、それじゃあもう早速、お正月何食べたよ、そういうの、ああそういうの話そうか。あ、でも質問でそういうの流れるかね、流れるかもしれない。まあでも、まあ、言っちゃっていいんじゃない。まあおせち食べました。おせち、おせち、ね、おせち食べた。おせちは食べるだろ。他の家で食べたわ。そうそうなんてか、あれやん、インスタライブしたじゃん。した、皆さん楽しんでいただけたんでしょうか。そうだ、それ聞きたかった感想。11時半ぐらいから、そうで、夜の、まあ、1時半ぐらいまでやってたよね。そう、2時間ぐらいやってて、だからだいぶなんか、でも全然眠くなかったな。ね、あの時はテンションガチ高でやばかったよ。あれ新年一発目の インスタライブじゃないよ。違う、でもテンション的には笑い始めね、そうね、初笑いがね、あの僕らがね、ブムトリレイディオ、レイディオじゃない、インスタライブということだったんじゃないでしょうか、皆さんね、はい、だってね、あの後で俺らね4時くらいだっけ、3時くらいに歩いてね、ラーメン屋まで、歩いてラーメン屋行ったんだけど、ラーメンもほぼ目閉じながら食って眠すぎて、なんで俺らも歩きで行ったんだ、えぐ眠いていうかよく行ったな、その時間。あ、とりあえず質問行こう、質問行きましょう。はい、ではどしどし応募してください。ハッシュタグムムトリレイで何応募してください、こっちは応募してるそうだ、すいませんでした。じゃあ、まあ、応募じゃねえ、募集だわ。募集だ、もうぐちゃぐちゃ。皆さん、聞かれておりますということでね。はい。はい。めちゃくちゃ来てるよ。めちゃくちゃ来てるよ。すっごい。こんな来んの？来てる。じゃあ、一発目に来たやつ。はい。今年の抱負を教えてください。はい。教えてよって。今年の抱負ね。はい。抱負か。じゃあ、順番に言ってこ。世界を報復します。報復？報復？はい。もう疲れてボケも思うちょっと疲れて一回さ、報復ボケも思う、報復ってどういう知らない意味の言葉使うなよ。一回調べよう、危ないぞ。報復ってさ、仕返しだぜ世界に仕返しするってどういうことだよおい、あ、仕返しお前何されたんだ、世界復讐みたいな感じで世界に何されたんだよ。まあ、ちゃんと答えますよ。うん、何ですか。僕の目標としては、はい、まあそうですね、どんどんいろんなことにチャレンジしていこうかなと思った。そうだね。ああ、そうね。そう、なんか今までは、ね、まあ結構なんだろう、予定通りにこう自分はやってた気がするんですよ。うん。けどそれを予定ともう一つプラスで、プラスアルファ自分のやりたいことをやっていこう、ちゃんとやっていく。これはいいんじゃない？いいよ。これいい目標。いい話ですよ。ね、胸毛は？誰が胸毛？誰が胸毛？すいません。誰が胸毛？光や。あ、光。全然言い回ってない、はい、俺はですね僕はですね、まあやっぱり目標だからね。目標、そうですね。
やっぱ人との出会いがこれから多くなってくるのではないかと思われるので、ああ、だよね、人とのね、はい、人との出会いをどん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 、はい、あのね、まあ、増やしていく、増やしていって、いい出会いをね、どん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 あっていこう、まあ、いろんな人からね、関わっていこうじゃねえか、いろんな人と関わって、いろんなものを吸収して、吸収してね、そうです、はい、大目座さんは何ですかね、ハッシュタグロロノアゾロ入ってます、日本のトレンド、あ、ありがとうございます、あとで読みます、読む大水さん何何なのよ、俺はね、知らないよ、とりあえず、はい、とりあえずやっぱなんだろうな、目の前にあることをね、ちょっとひたすらにひたすらがむしゃらに、うん、精一杯自分の力で、なるほど、ね、なんか壁越えていこうかなっていう、あ、それは大事なことエレン・イエガーのように越えていこうかなっていうマリア、オホールマリア、マリアオールっていうの、オールマリア、オールマリア行くな、オールマリアね、行くなじゃない、オールマリア行くな、奪還しに行こうかなと思ってます、ね、ツッコミもどういうの、鎧の巨人かい、もう進撃の巨人知らないやつが突っ込むな全然にわかのくせにやばいな、これカオスだな、だいぶ今回カオスだけど、うん、でも、まあ、テンション的にはすごい楽しくやらせていただいております、夜も遅いから、じゃあ続いての質問いきましょうか、はい、いけ、いけよ、いけよ、じゃあ僕いけます、いけ、ではいきます、はい、動物の森で好きなキャラクターがいたら教えてください、いや俺いるよ、でも知らないでしょ、いや分かる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 、首振りながら分かるってどっちよ、首振りながら分かるってどっちよ、分かる、同じこと言うねあんた同じこと言う、あ、すいません、はい、じゃあ光くんからお願いします、僕から、はい、いいんですか、僕はそうで、僕はやってるんですけど、はいはいはい、僕はまあ今やってないんだけど全然、はい、前まで好きだったのは、はい、結構フランソワとか、あとチャチャマルとか、ね、カバのね、全然違う、え、全然違う、あのピンクのカバね、全然違う、水色のウサギ、トラクター乗ってる、トラクター乗ってる子でしょ、誰誰誰、トラクター運転する子でしょ、誰よ、え、住人よ、普通に俺が言ってる、え、マドレーヌじゃなくて、誰誰誰、あ、マドレーヌさんあれじゃん、あのカンガルーで、あ、そうか、カンガルーかマドレーヌ、え、そうだ、そうそうだ、俺知らねえんだよ、逆に知らねえ、あ、だネズミ先輩もいるやんね、ネズミ先輩、ネズミ先輩は芸人やん誰よ、ネズミ先輩ってさ、あれじゃない、ポー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 でしょ、知らない、え、知らない、知らない知らない、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 ちょっとちょっとサングラスかけてね、そう、ネズミ先輩、ネズミ先輩、白いスーツに、あ、あ、知ってるわ、紫のインナー、それ知ってるわ、ネズミ先輩、ネズミ先輩は今いいのよで、何なんだよ、ネズミ先輩って調べたら現在で出てきてるもう、今見てない、過去の人になってる、誰なんだって、知らないでしょ、ドウモリのキャラクター、いや、知らないの、え、わかるわかる、俺ドウモリのキャラクターは、じゃあね、俺妹がめっちゃドウモリやってんの、スイッチで、うん、やってるね、そうだからドウモリを見てて、あ、こいつ可愛いなって思うのは、あれかな、やっぱりしずえ、あー、しずえ、うん、もう知らないからしずえ、しずえしか出てこない、しずえしか出てこないから、やっぱね、しずえと、ちょ、良さ伝えてしずえ、あと、ナンシー、誰だよ、ナンシー、ナンシーなんて言ったっけ、調べろ、しずえとナンシー、これでいたら認めろ、ちょっと調べます、調べて、調べてみよう、あつ森ナンシーでしょ、いや、いるっしょいそうな名前答えだよあつ、皆さんね、あつ森のナンシーほんと可愛いよね、いないんじゃん、これみんな可愛いよね、いない、結構好きな人多いと思うよ、多分いないな、ナンシーは、え、いるこれ、これ結構好きだと思うよ、これナンシー、いや違うな、え、みんなわかる、いない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 、すげえ俺好きなんだよ、いないいない、ナンシーいない、いないよ、え、ナンシーいないよ、ナンシーいないって、え、ナンシーいない、ナンシー、ナンシー好きでしょ、みんな、どこの住人、え、知らない、何森、何森、え、何森、何森、ごつ盛りだよ、ラーメンラーメン、え、お前ラーメンの店員やろお前それ、ナンシーってお前海外から来てもらったお前、え、ごつ盛りじゃない、違うよ、ごつ盛りってお前安く買えるカップラーメンだよお前、まあこんな感じですかね僕はまあナンシーということで、光が僕フランソワ、フランソワ、フランソワ、フランソワ見る、
え、リヒト君はフランス、トラクター運転するネズミ先輩違うね、あ、ポッパ、間違えた、ポッパさん、フランスは、フランスはこれで天竺ネズミだ、天竺ネズミ芸人やったよ、あ、フランスは、これフランスは、これフランスは、これ好きなの。いや、え、今でも出てくんの、あのさ、で、なんだっけ、セーブせずにさ、消したら出てくる、あの、リゼットさん出てこない、リゼットさん出てこないの、え、モグラの出てこない、そう、え、マジで、あ、あれが一番好きだったっていう、あれだるいでしょ、リセットって機能がないもん、だってさ、リセット機能ってないでしょ、もうない、え、なんだっけ、集まれ、集まれだっけ、うん、集まれが今、うん、昔なんだっけ、おいでよ、おいでよ、おいでよ、飛び出せ、行こうよ、あ、おいでよを妹がやって、妹、妹がやってて、その時にさ、あの、俺がちょっとやってみようと思って、うん、つけてやってみたら、妹を、あの、セーブとか全くせんで、うん、消し取って、うんうん、した瞬間に、うん、モグラのおっさんがポコンって出てきて、あ、おいこれお前っつって、ほら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 みたいな感じで、はいはい、あのさ、おいこれお前なんでセブンセントを削らない削らないとやみたいな、そんな感じで出てくるやん、あれ口調龍が如くや龍が如くやってたんすか妹、まさかの龍が如くやってた、違う、ごといてない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 、俺さ、龍が如くのさ、あのナムコのペンギンの景品の UFO キャッチャーめっちゃ好きだったんだよね、できるんだよあれ、100円でみんなやってたっしょ、多分マイビーやってるよ、みんな、やってねえな、え、知らねえし、お前だけごといとけよ、お前龍がごとこうよ、龍がごとこうよって言ってもねえからないんだよ、言葉ねえのよ、それ知らないの、ないの、そう、何の話だったっけ動物の森だ、じゃあ、まあ次最後の質問にね、モグちゃんがね、私は大好きです、リセットさんね、どう思いのくだり結構長かったけど、うん、ラリアットさんっていう人、あ、ラリアットさん聞いたことあるじゃん、俺ねえだろ、え、いねえよ、その人誰やの、ラリアット、え、いない、待って、2個こんだけさ、質問来てて2個だけしか答えれないのやばいよね、やばいね、ラリアットさんって、なんかこう、簡単に答えよ、パッパッパってそうね、じゃあ残り3つをパッパッパで、ひかりくんの頭皮が心配です、ハゲてないか今確認してあげてください、確認しよう、ピー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 、ゲハ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 ハゲてねえよ、ゲハゲハだ、はい、最後の質問ね、はい、カイト君、はい、もうすぐ誕生日ですね、はい、お、20歳になってまずやりたいことは何ですか、何ですか、やりたいこと、はい、もう先二十歳になってくる僕は、まあ、まずやりたいことは、まあ、街歩いててすれ違う子たちにお前二十歳って言って、マウントとマウントの、まあ、これは、まあ、ちゃんと答えると、ちゃんと答えると、まあ、やりたいことね、おい、二十歳になったら俺はなんだろうな、まあ、なんか二十歳になったから何かするってわけじゃないけど、俺は別に変わらない心でいたいから、絵はずっと好きだし、だから俺は大きいキャンパスに絵を描きたい、二十歳は、大きい壁、でも去年も夢のキャンパス、結構大きなキャンパス、東京モード学園みたいなこと、まあ、あれね、写真集の時に書きましたけど、けなんか自分の趣味としていつでも書ける、ああなるほどね、だからそういうなんか書ける部屋みたいな、ああそう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 、アトリエ、自分のアトリエまあなんか僕なりの、あのアトリエ時間を作りました、はい、二十歳はそうですね、アトリエ時間、自分のその好きなものをなんかもう広げたい、広げたい、そう、今はカラーペンと一枚の紙で終わってるから、それを大きなキャンパスと絵の具っていうふうにこう広げたい、自分の幅を、はい、いいじゃないですか、ね、はい、ということで、はい、はい、最後何か一言、二十歳になる前の海斗君に、はい、二十歳最後、19最後のラジオだ、そうだ、まあきっとこれが、あのこのラジオが上がる頃には二十歳になってるかもしれないので、未来の自分に捧げます、19歳も20歳も、変わらないでいてください、以上ブームトリガーでした、あ、いいよ、バイバーイ、オートチューン、オートチューン、以上、以上、かけねえ、以上、岡の大水、あ、以上、岡の大水は稲吉でした、バイバーイ。